今日は黒毛和牛のレバーで和牛レバカツを作って食べてみた。はい、ということでうちのお店で使ってる和牛のレバーなんですけど、はい、今回なんかちょっとね、最近まかないの飯のバリエーションが少なくなってきて飽きちゃったんですよね、はい、スープばっかり食ってて辛いスープばっかり食っててでレバーがちょっといい感じに合ってたので、はいはい、これ揚げレバカツ、はい、でなんか人気であったりするじゃないですか、はい、お肉屋さんとかでたまにでちょっと試しに食べてみたいなと思ってたので、はい、これ初めて作ってみたんですよね。初めての試みです、はいはい、なのでちょっと不安だったんですけど、はい、めちゃくちゃいい感じにできたそうですね、はい、感じですね、はい、でレバーを早速なんですけど処理して、はい、まあ、これ普通の揚げ物と同じですね、まあ、豚とか鶏とか他のレバー、ね、一般的に使われる方は牛乳につけて匂い取ったりとかすると思うんですけど、今回もそのままいってしまったので、はい、もし必要な方はそこを下処理してください、はい、でこれ結構ポイントが水気をしっかり水分をしっかり切るっていうことですね、はい、油と水でこうね激しい攻防になってしまうので、はいはい、水気拭いて小麦粉、卵、パン粉を塗ったら普通に揚げていくだけですね。はい、5分、5、6分くらいですかね。そうですね、今回は5、6分くらいで、はい、ですよね、はい、でもこれできちゃったんですよね。はい、簡単ですね。結構簡単ですね、はい、これ水気が多いとここでババババババってなっちゃう。水気が多い、だから衣もしっかり、小麦粉しっかり塗って、はい、卵、溶き卵しっかり塗って、はい、パン粉をしっかりつけていただかないと、はい、中の水分がねこう出てきて、はい、油でこうバーってなっちゃう、はい、こう最初にやりました、はい、入って上がったのがこんな感じで、はい、はい、なんか半生でした、半生でした、ね、はい、だから本当はこれ揚げたてすぐ揚げてカットしたので、はい、こんな感じで中まで火通ってなかったんですけど、はい、ちょっと待ってれば余熱で通るので、はい、まあ、あとは揚げ時間を長くしていただくかって感じですかね、はいはい、これからも奥さんのために動画を上げていきますので、この動画が良かったと思ったらチャンネル登録とグッドボタンを押して他の動画もお楽しみください。それではまた次回の動画でお会いしましょう、はい、バイバイ。非常に美味しかったです。美味しかったです、はい、すいません、はい、美味しくまかないで食べましたという、はい、ごちそうさまでした、はい、ごちそうさまでした。